で誰かが止めないといけませんので、この台でしっかり止めておいていただければ、他あのこの後心配はないかなと思われます。息子さん娘さんが大丈夫ってことですか？はい、息子さん娘さんもそうですし、他の方、あのご健在の方から今度子供生まれる時に、そういったあの病気持たない子の方が出生する確率が高いと思います。健吾さん最初鉄の味がするって言って、それプラスイコールそれは血だと思いますので、その血ってあのちょっと蛇ってそういったお味もするんですよ、うん、僕も食べたこと小さい頃あるんですけど。蛇食べたんですか？はい。どうやって食べたんですか？うん、おじいちゃんがそれはあえてですか？あえて。それは何で食べたかというと、うん、儀式として食べました。それはやっぱり血の味がする。何とも言えないですね。僕の感覚では食べたから分かるんですけど、血っぽい味、鉄っていうか何て言うんでしょう、うん、どんな味でした？生臭いというか、なんかそんな感じなんですか？蛇だったってことですか？で間違いないと僕の方では思ってます。そういった祠ってなかったですか？切った時ないですか？昔あのその蛇をやってて、でそれを祀るのに祠があったんだって。なんか家の中にも蛇がいたっていう話は聞いたことありますけどね、うんうん、そんなに蛇がいっぱいいたってことですか？いっぱい。なんかなんか、うん、亡くなった義理の姉が言うにはこう何かで家の中でやる人はこう、うん、蛇だったみたいな、うんだから結構いたもんで、うん、蛇退治じゃないけど、うん、そうしたってことですかね、うん、この2人の方のこう障害までやっぱりそっちですか？いや、それはその生徒は一概に言えませんし、うん、ただここまで多いのは蛇も少しは関連するのかなとは。もうその耳の障害がこう出てるっていうのはやっぱりもうそういう、蛇ですかね。どうしてそのみんな障害が一緒っていうか、はい、あの知的障害の方と耳の障害の方なんですよ、うんうん、でうちの息子だけ両方なんです。知的と耳と。もともと蛇って耳が存在しないじゃないですか、ええ、耳が弱いから、うん、弱い部分がやっぱりきますよ。実際僕も蛇がさっきぶら下がってましたし、顔がない蛇。あ、そうですか。僕についてたのは白っぽい蛇でした。多分お姉さんが言ってたのが白い蛇も。そう言ってました、うん。だそう、白蛇って神様の使いって言われてまして、その白蛇だけはあの殺しちゃいけないってよく言うんですけど、多分そういったふうことも多かったのかなと思います。なのでその宇賀神様ので供養していただければ。兄弟ですか？兄弟です。でもな、これですね、はい、でここが置くとこがないので、うん、ここは置かないで、うん、こんにちは、うん、お邪魔してます。あ、すみません、息子です。原因は、はい、分かりました、うん、どうだった？そこのリビングと2階お邪魔したんですけど、リビングは全然何も、はい、音も聞こえず感じずだったんですけど、2階に行って、ベランダに出るドアノブを霊視させていただいたんですね。そしたら僕よりも身長が高い、はい、おそらく174号ぐらいの方だと思うんですけど、白髪混じりで灰色の白と黒で灰色ぐらいに見えるぐらいの髪の男性がこう開けて出て行って、で行って帰ってきて中に入ってくるっていう映像が見えまして、でその後
一番ベランダの手前の部屋をオーラ見させていただいたんですけど、おそらく猫ちゃんがこう部屋をこう回ってるのが見えまして、で娘さんにお話聞かせていただいたら、いつも猫ちゃんが娘さんについて行ってたというので、はいはい、あ、そうだなってのが分かったのと、その後階段降りる手前で手すりのところを霊視したんですけど、その時に残留思念というか、あの見えた映像がありまして、どうも羽見健吾です。先生が今、問題の方を見ていらっしゃるので、私は単独でお家の方をちょっと見ていきたいと思います。今ベランダに続くこちらの取っ手があるんですけれども、こちらの取っ手の方にちょっとんと思うところがあるので、少し霊視してみたいと思います。まず取っ手を触った時にちょっとクラッとする感覚、地面が揺れてクラッとする感覚があるのと、おそらく男性、髪の短い50、60代ぐらいの男性だと思うんですが、そちらの方が取っ手を押してこう外に出ていくような風景が見えましたので、今お話伺ったら、その僕よりも背が高い、これぐらいぐらいの男性がいらっしゃいましたかっていう話をさせていただいたら、お父様が175ぐらいだったんですかね。で、以前ここで大喧嘩したことがある。やっぱ生前その人にとって印象が強かった場所。ちょうど倒産しちゃって、父親の会社が。で、もう30年以上働いてた会社で、はい、で働かなくなるんじゃないですか。はい、それで家に行って、まあ、結構暴言とかすごくて、でちょっとこう私がここで上着を育ててたのが気に入らなかったみたいで、はいはい、そうなんですね。それでこう置いても置いてもどかすんで切れてって言ったら向こうに切れて、はい、ここで取っ込み合いになって、あ、それでもう足をけと、あ、顔をけと。ああ、そうなんですね。多分、まあ、向こうも多分血が流ってて、そのままこう落とそうとし、あ、ベランダから私を落とそうとするような勢いで、大喧嘩。多分お父様にとってそれがすごく印象的だったのかなと。ここでの出来事が結構、その霊視をさせていただいた際に見えるその光景っていうのは、その方が生前強く印象に思っていたものとか、ものとかだったりすると気に入って使っていたものとかいうのがものすごく強く印象が来たりするので、その印象だったのかなと思います。その後引きこもって出てこなくなっちゃって1ヶ月2ヶ月ぐらい。あ、じゃあもうそれは印象に残りますね。憎んでます。いやでもいやでもそれは印象に残ると思います。でもその後自然に、うん、なんか元の世話に戻って、普通にまた食卓囲むようになったんですけど。あ、こちら、娘さんのお部屋になるんですけれども、人の気配、霊は霊なんですけど、人の気配はしないんですけど、動物、猫ちゃんの気配。猫？こちらの部屋なんですけど、
犬よりも猫ちゃんの気配を感じるんですよ。もうべったりだったんで、私ね。多分その猫ちゃん、先ほどお話を伺いましたら、もうその亡くなられたっていうことだったんですけど、つい最近ですか、2月亡くなられたってことだったんですけど、そちらの猫ちゃんがべったりでこちらによくいたということで、多分今でも娘さんの周りに猫ちゃんがいるんじゃないかなと思います。毛の8割とかじゃない、虎、黒がちょっと混ざったような毛。チャトラ、あ、キジネコなの。あ、わかります。さっき見えた男性がこうトイレまで一回歩いてくるんですけど、正面の一回戻って娘さんの部屋をちらっと覗いて、その横の部屋、弟さんのお部屋だったみたいなんですけど、そこちらっと覗いて階段降りていくっていうような映像が見えて、で娘さんにお話伺わせていただいたら、別に何も悪いことしてないのにちらっとお部屋をこう覗いているお父様がそういうことがよくあったっていうことだったので、あのお父様がだからまだたまにいらっしゃっていて、あの娘さんと弟さんのことを気にかけてずっと前と同じ生活をなさっているのかなっていうのが見えたので、で全然怖い思いがなかったんです。あ、そうですか。あの、はい、あの逆にあったかいっていうか、あのすごく心配しているような気持ちが感じ取れたので、お父様がやっぱり娘さんと弟さんのこと、このお家のことを心配されて来られてるんだなってのが分かりました。そうですか。ここ気になりましたら、なんでしょうね、首白いの、はい、何ですか。色はげちゃったんですかね。あ、分からないですね。白蛇の話してたんで気になっちゃいました。あ、蛇蛇だった。蛇、うん、誰が。お家でちょっと昔あのご実家の方が蛇が多かったみたいでして、後ろの山があってちょっとお家までたくさん蛇が来るっていうことでちょっとこの殺したりとか。お父さんが子供の頃に住んでた家、みんないた家で、このおじいちゃんじゃん、この人、じいちゃんでしょ、お父さんのおじいちゃん、うん、ね、がその辺に山もあって川も流れてたから聞いたことあったんだけども、蛇がいっぱいいたんだよ、うん、その蛇をこのおじいさんが殺してた、殺してた。その白い蛇も、白い蛇も白い蛇は殺しちゃいけない。いけない。だから それがあのずっとこうたたってたみたいな。それはそうだよね。だからその蛇の供養をすればいい。はい、でそれで白蛇の話をしてたのでちょっとあの気になったんです。あ、白いそう、白いなーってちょっとすみません。気になっただけですけど、多分関係はないと思うんですけど、うちの父親が蛇みたいにしてこう言ってよく言って、あ、そうなんですか。蛇同士、そういうのも関係あるから。ただ今後はあの心配ないと思いますし、はい、あのここの台でちゃんと供養していただければ。だからこの蛇の神様があるんだって。蛇の神様のあの蛇神様っていうのをお祭りして、で、あとお位牌、あそこの戒名も全部一つにまとめて入ってるけど、あれも全部それぞれにこうお位牌を作って祭ればいい。ああ、一個一個作った方がいい。そう、はい、夫婦は夫婦で作っていただいて、あとは一個一個。白い蛇って聞いたことある、おばさんに。じゃあそうじゃなくて、白い蛇ってね、財を呼ぶって意味じゃないですか、うんうん、今殺してたら財来ないですよね。もちろんです。なんであのこちらもなるべく早めにやっていただければと、そうですね、今戻させていただきます。あ、はい、
ひいばあちゃん。で、なるべく生きてる人の名前が書いてあるものは入れない方がいいですよ。入れない方がいい。どうお寺さんが持ってくるんですけど、はい、どこに置けばいいか分かんなくて、もうここでいいと思いますよ。例えば、はい、しばらく飾っといたらどうです？せっかくですから。どう、はい、どういいですか、僕から。はい、はい、でこのままにしていただいて、はい、できるだけあの今年のお盆終わるまでは飾っていただいて、はい、お盆終わってから何でもどっかに飾っていただいたり、そこに飾っといた方がいいものですか？はい、飾っといた方がいいものです。時計のところあるじゃないですか、うん、そこにつけていただいてみてます。あの皆さん方、はい、生きた証ですし、あとは飾ることによって守っていただけると思いますので、これで心配ないと思いますよ。なんかこう女子高生とか小学生とか中学生とかすれ違い際に、あの自分のところだけ悪口言ったとか、すごいしょっちゅうそういうこと、また嫌なのにあったとか、僕の目の前で嫌なことして通り過ぎたとか。そこはおそらく仮にその悪口を聞いたとしたら、他の人の悪口だと思うんですよ。あ、マスクちょっと取った方が聞こえてない。他の方の人を話していると思いますので、心配しなくて大丈夫ですよ。嫌な人は僕のことを言ってないって。言わないですよ。他の人のことを言ってるだって。あ、そうだった。そう、だから心配しないでって。あ、心配しないでって。日頃からそういうふうに一回聞こえてしまうと、やっぱり何度もそういうふうに聞こえがちなので、全然違う話をしてても、たまたまその誰かの悪口を言ってて、それも受け止めてしまうかもしれないので、その人は通った人の悪口は言わないと思ってくださいはい、大丈夫ですよ。こんなかっこいいねえ、これ言わないじゃないですか。ほらね、先生がそうやって言ってくれてるから大丈夫だって。僕のことは誰も言ってない、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。遠いところに、ありがとうございました。頑張って強く生きてくださいね強く